よね。グリムガーディアンか。よしよしよしよ。特殊な戦い方ができるんだ。おお、おお、出た。今回ね、チェストが34個なんで、絶対来ないだろうなと思ったら、いや、まさかのボス出た。よかった。2体ぐらい出てくれれば、ほんと嬉しいんだけどね。2体来て、頼む頼む。2体来てください。で、しかもこのフロストワーデンじゃないやつが来てくれれば嬉しいかな。よっしゃあ。お前だけだ。あ、俺。あ、変更つくか。変更ついてるぞ、お前。おお、マジで。さっきと同じく、フロストアーマー。いいね、今日。今日いいよ。嘘、また出た。チェストの数が35個で、古代人2体って、これなかなかすごいよ。30代だったら、まず持って出ないはずなんだけどね。いやー、見事に出てくれた。わあ爆発の威力がね、すごかったね。爆発の威力が素晴らしかった。4周目、おしまい。まさか毎回、ハズレがないなんて、なかなか素晴らしい、本当に。わお、わお、いいね。いやー、キツネじゃないよ。緑がいいんだよ。緑がいい。キツネはいらないね。緑、いやー、よくない。よろしくない。うん、これならいらないね。ああ、力か。いりません。次。ツインボー。いらないなー。いやー、いらないよねー。次、もう魂の棒か。あー、いや、いらないでしょ。いらないよね。まあ、一応クールダウンショットとバーストボーストリングはついてるんだけど、まあ、無限もないし、これよりも弾数の多いショート棒とかでやった方がいいんで、いらない。オートクロス、オートクロス今使わないでしょ。最初の頃はね、なんか、ボス戦で使えたりもしたんだけど、今はちょっとな。で、こっちが、いや、いらないね。いらない。よし。ラスト行こう！おー、最後はね、結構出るかも。チェストの数、10。でもすでに5なのよ。で、ステージまだ1回目なんで、これは、あと2匹ぐらいは行くんじゃない？で、ここなんだっけ？あの、スライムのやつよね。にじみ出る脅威だったっけ？恐怖？にじみ出る脅威か。あ、あ、やっぱりね。おいー！あ、そうだった！ここさ！あれが出るんだ。衝撃波が出てくるんだ。とんでもねえな。ああ。いやー。パワー20。いや、アポカリプスプラス20でも。ああ、ポーションバリアないと難しかったわ。よし、今後に期待、行くぞ。あれ、ここは、死の魔法使い。今日3体目だね。槍と、ヘビークロスボウか。ボールがなんか違うの出てきてくれれば、嬉しいですね。おい！強いって。ああ、マルチショットだからか。やたら減るなと思ったら。こういうことで、マルチショットでめちゃくちゃ削られてたのか。また、あなたですか。すぐ隣の穴だったよ。また一緒か。まあまあ、防具が出てくることを祈る。よいって、もう本当に。壁にせよっていうぐらい。すっげえ火力だな。ポーションバリア使ってこれ？いやー、やるわ。やりやがるわ。やりやりの、まあ、ユニーク。また不具合的なやつの、あれね。また来たけども、また来たけども、ここ。いや、でも、今回、めちゃくちゃ出てる。こんな出ることあるよね。最高記録。
こんだけ出たんだ。もう最高記録だ。てかあと1個穴見つけてるのよ。これ確実に最高記録。ここかー、ここはいらないんだよ、ここいらないのよ。いやいや嬉しいけどさ、ここはいらない。おい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 、めちゃくちゃきついな。もう一個あれば嬉しいね。もう一個来てくれれば嬉しい。よし、おしまいだね。5周終わりで、最後の5周目すごかったね。うん、1回で古代人が5体出てきたことって俺初めてだったと思う。最大3体ぐらいじゃなかったかな。めっちゃ出た。おお、あー、いや、いらない。爆破弓はどうしてもね、ダイナモついてないと今は使えないもんね。スターアーマーは、あー、いらないね。フォーカス系がいっぱい乗ってるけど、いらないでしょ。守護者、お、あー、いやー、いらないね、いらない。骨、あー、いらない、いらない。うん、バーストボーストリング3ついてるのはいいけど、他が良くなかったな。バトルローブ、お、クールダウン1、あー、他がダメ。呪いはどうだ。弱体化、追い打ち、衝撃波、クリティカル、あーあー、火力としてはあるね。火力はあるぞ。いやでも、回復しようと思うと弓の流れ込む魂か防具の HP6% 吸収か、まあ、弱体化がついてたとしてもちょっと、回復は1個欲しいかな。いやでも悪くはなさそうなのよね。悪くはない。いや、やめとくか、やめとくか。いや、買え、もう買え、買っとこう。うん、なんか微妙なやつは買おう。ダイナモなし、いらない。おっと、クリティカル、衝撃、これもまあ強いには強いぞ。でもツタの鞭自体がそんなに強くないからね、いらない。よし、 OK。 とりあえず今日出たやつ見ていきましょう。出たねー、今日は、今日は出たよ。おお、15個、かなり出てる。15個、これは良かったね。まず見てみましょう。槍、ノーマル品はいりません。ヘビークロスボウいらない。スプラウトもいらない。グリムどうだ。あー、いらないね。グリムはね、ワンチャンいいやつがあれば使ってもいいかなと思うけど、エンチャントがダメですね。登山いらない。槍もちろんいらない。ヘビークロスもちろんいらない。バトルスタッフもいらない。スプラウトいらない。ピグリの誇り、あー、いらないでしょ。これ自体がそんなに多分使えないやつだと思うんだよな。うん、使い道がいまいちわからない。いりません。で、呪いのの買ったやつね、これは良かった。で、勇者のアーマーね、これもクールダウンとポーションのバリアか、うん、ついてて、まあまあまあ使えるかなと思ったんで取ってます。汚れ、汚れクロス、あー、あー、いらないか、いらないか。ダイナモとマルチはついてんだけども、他微妙かな。苦痛の矢でね、倒してリフレッシュが効けばいいけど、苦痛の矢はね、リフレッシュカウントされないのよね。いらない。フロストアーマー、
これはいらないね。これはいらない。こっちは？いらない。結局これか。買ったやつだけ残りました。まあこんなもんか。はい。ということでまたやっていくので結構よろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。